今回の商品はこちら。ドンキホーテで買ってきた電動歯ブラシ、なんと3本で1280円です。名前はソニッククリア。毎分2万8000回の高速音波振動で歯を磨いてくれます。充電式ではなく電池式です。充電器置く場所問題はありません。ちなみに単4乾電池1本は別売りです。電池は1日2回使用で約80日持つようです。日常生活防水仕様で本体は洗うことができます。それでは開けていきます。ブラシはコンパクトな感じ。ここがスイッチですね。台紙の裏が取説になってます。底の部分に電池入れるようです。ここを回します。単4乾電池を入れます。マイナスを奥にセットします。蓋を戻します。スイッチ入れてみます。結構振動あります。こんな感じです。よく磨けそう。ブラシの交換してみますね。少し回して上に引っ張れば簡単に取れます。実は一緒に替えブラシも買ってきました。幅広とケアブラシ。替えブラシは幅広も通常も2個セットで298円、ケアブラシは2個セットで98円でした。多分特価。ちゃんとセットできました。ケアブラシもセットしてみます。ちゃんとセットできました。心配なのはこれで磨ける。あ、結構いい感じかも。大丈夫そうですね。ここが長いので奥歯や裏側もういい感じで磨けそう。確か全部で8色くらいありました。ピンク、ブルー、オレンジ。スイッチの部分で識別できます。今回家族用として3本で1280円でしたが、1本売りですと498円です。実際に使用してますが、手磨きのようにゴシゴシしないで歯に当てているだけで、磨いた後歯を指でこするとキュッキュッと言います。寝起きの口のネバネバ感もなくなったような気がします。最初は充電式のものを検討していたのですが、かなり高価ですし、1台だけでは朝の準備に支障が出ます。電動歯ブラシお試しのつもりが、家族みんなが大満足な結果となりました。
ちなみにとても軽いのでダイソーで買ってきた鏡などに固定する歯ブラシ掛けで写真のように使っています。終了画面から動画集に GO。その前にチャンネル登録してね。高評価もお願いします。